木下ゆきなの離婚後の現在がヤバすぎる。ヘキサゴンで一躍人気になった木下は、2010年に藤原の藤本と結婚する。理想の夫婦ナンバーワンとして話題になった。子宝にも恵まれていた。しかし2019年に実の姉が経営するタピオカ店でトラブルが発生して芸能活動を自粛することになる。また同年に藤本との離婚を発表する。元ヤンキーキャラでおバカで一途というのが受け入れられていたが、この一連の騒動でこのイメージが崩れてしまい2020年に芸能界を引退することになった。現在は一般人として活動している彼女。しかし2023年にはフジテレビの2つの番組に出演する。これに対してネットでは激しく批判的なコメントが殺到するのだ。この人一般人に戻ったんじゃないの、性格が悪いのが透けてきて本当に無理とコメントされる。現在木下は J3 所属のチームの交際中の彼氏がいて、チームとしても前節に降格しており、木下が仕事を頑張らないといけない状況なのだ。